結婚して後悔していることっていうのは、まあ一つだけあるんですよ。結婚して後悔していること、これね、奥さんにも言ったんですよ。結婚して俺が後悔していることがあるんだけど、わかる？って言って。で、いくら考えてもわかんないけど、あれ？これ？それ？どれ？っていういろいろ言ってたんだけど、全部違うよと。で、なんかちょっと怖いけど教えてって言うんで、お話したんですよね。で、私が結婚して後悔していることって、一日も早く結婚しておけばよかったなっていうふうに後悔してるんですよね。だから、あ、こんなに豊かで幸せな日々が送れるんだったら、躊躇してる場合じゃなかったなとかね。稼ぎがないからとか、なんかあれがないからこれがないから準備できてないからみたいな理由ってのはすごくちっちゃくって、一日も早く結婚した方が私は良かったんじゃないかなと思いますよね。まあそれでもね、遅れても結婚した方が良かったなと思いますけどもね。だから結婚して後悔したことってのは、一日も早く結婚していけばよかったっていう後悔はありますよってことですね。